もうあのトライアスロン仲間なんですね。で古くは山川先生の医療法人を買収しに行ったきっかけで、僕ライブドア時代なんで20年近く前ですよね。 それぐらいですよね最初は、はい、全然見た目変わんないですから。で今度はエクソソームオールインワンジェルっていうのを出す予定で、僕がやってる会社があのオールインワンジェルを出します。ターゲットが中高年の、まあ男性でも女性でもいいんですけど、特に男性にあの出そうと思ってるんですね。であのハンドクリームとか化粧水とかやってない人が大半じゃないですか男性って。実はそういうのやるだけでもアンチエイジングになるんですよ。例えばハンドクリームとか塗ってると手がカサカサしないんですよ。だからやってないじゃないですか男性は。で僕はそこにエクソソーム入ってますよって言ってやらせようかなと思ってる。エクソソームが入ってるって思うとなんかアンチエイジングっぽいなと思って、なんかちょっとモチベーションになるじゃないですか。で多少高くても買うじゃないですか、まあ、ちょっとねエクソソーム点滴だと本当半年で60万とか、うん、そんな感じになっちゃうんで、まあ、オールインワンジェルだったらね1ヶ月分1万円とか多分そんな感じでできるん で僕多分エクソソームが入ってようが入ってまいがもうそういうのをやるだけでアンチエイジングになると思ってるんで、手の保湿とかあの肌の保湿みたいなものもだから全身塗りたくってもいいんですけど、うん、って思って、まあオールインワンなんで時短にもなるし、そうそうそう、まあ男性は特にそうなんですけど時短がすごい大事なんで、いろんなものをやるってめんどくさくて続かないんで、なんでオールインワンにしたんですけど、そういうことをやりながらこういうこうエクソソームみたいなものを広めていく。今年でも結構バズワードになるんじゃないですか、ね、めっちゃ医療機関もすごい問い合わせが増えてきて、なんかカズレーザーとかね、光るとかね、YouTuber とかも結構注目してるんで、はい、結構情報感度高い人たちが取り入れてて、そうそうそう、ね、NMN とかもそうでしたけどね、うんうん、NMN もほとんど僕がなんか飲んでるみたいな、あれは完全にそういうイメージですね、勝手に使われてるんですよね。だからなんか NMN ホリエモンとかって検索すると Amazon とかでも上位全部なんか他社の製品みたいなものがわーって出てきて、めっちゃキーワード使ってるじゃん、うん、ってなってますね。エクソソームとかそういったものに注目したきっかけって脂肪吸引なんでしょ。もともと僕はあの美容外科医をね長くしてて、まあ、毎日毎日脂肪吸引すると大量の脂肪が医療廃棄物としてお金払って捨ててもらうんですけどね、まあ、結構なお金かかりますよね。ちょうど1999年の作品なんだけど、ファイトクラブっていうあのブラッド・ピットが出てる映画があったんですけど、美容外科のクリニックに夜忍び込んでその脂肪を盗んでですね石鹸を作る、でそれをまた高級石鹸として売るっていうようなあのシーンがあって、肌がツヤツヤするみたいな、ね、そうめちゃくちゃ売れるんですよね、あれね。もうビバリーヒルズの美容外科の脂肪を今度また富裕層に売りつけるっていうねそういう映画だったんですけど、それ見た時にあれ脂肪これ捨ててるけどお金出してむっちゃなんか使えるんじゃないかと思って、まあ石鹸作ろうとは思わなかったですけど、なんか活用できることないんかなっていうのをずっと考えたのがその当時なんですね。でそこから2001年に UCLA 大学で、実は脂肪細胞の中に幹細胞っていうね非常に貴重な細胞が大量に含まれてるってことが発表されて、あむっちゃこれ都市金山だなと思って脂肪捨てる脂肪がこれむっちゃ宝の山だなと思って、なんかその幹細胞いろいろ研究するようになったんですよ。もともと美容外科やってたんで、取った脂肪をですねあの女性とかで年齢いくと頬がこけたりとかこめかみがこけたりとかね目の上がくぼんだりとかするんですよ。そこに脂肪を注入するっていうあの手術があるんだけど、注入したら もちろんそのこけ取れるんだけど、なんかあの肌がツヤツヤしてきてるんですよね注入した後に。でこれなんか脂肪には力があるなっていうのは薄々気づいてたんだけど、その UCLA 大学の発表であの確信に変わったんですよ。これ細胞自体を若返らしてるっていう、それがあの最初の研究の始まりなんですよね。でそしたらその幹細胞そのものというよりは、うん、最初はねこう幹細胞が分化してあの新しい細胞脂肪細胞とかいろんな、うん細胞を作っていってんのかなって思ってたら、意外とそうでもなくて、幹細胞そのものが出してるエクソソームっていう物質が周りの細胞にその刺激を与えて活性化させて、例えば細胞分裂を促したりとか、まあ、そういったことをしてるんじゃないかという研究が進んでいく。あの2012年に山中教授って京都大学の教授が iPS 細胞っていうのを発表して、あれも幹細胞なんですよね。でもあれはもともと体にある幹細胞じゃなくて人工的に作り出した、もう普通分化しちゃうと元に戻らないんだけど、皮膚の細胞からそれを遺伝子をちょっと組み替えてがん遺伝子を入れてですね幹細胞に戻すっていう技術を発明して、でそれで再生医療法っていう法律ができて、国家を挙げてその再生医療を進めようって思ったんだけど、その時のコンセプトがその iPS 細胞から肝臓とか心臓とか関節とかの組織作って移植するっていう、
方向でやられたんだけど、ことごとく失敗して、あれから10年ぐらい経ってるけど全然実用化してないんですね。あの、はい、立体化するのが難しいんですよね、うん、まあ、みんななんか 3D プリンター使おうとか、なんか豚の、あの臓器を土台にして作ろうかとかみんなやってるけど、どこも実用化してなくて、割と単純でシート状のものだったらなんとか作れるかなぐらいには来たけれども、やっとそれも実用化したくらいですよね。それが作るのに1治療1500万とかとんでもない金額で、そんな保険審査したら国も破綻しちゃいますんで、まあ、実用的じゃないっていうのと、実際にそういうふうにティッシュエンジニアリングっていうんですけど、組織作って入れるっていう方法が、結局しばらくそこに組織いて、心臓に入れるとピクピク動いてるんですけど、そのシートが3ヶ月ぐらいすると脱落するんですよ。でもなんとなく組織が再生してきてるって。でこれ何かっていうと、実は組織がそこで定着して移植されたんじゃなくて、今お話あったように幹細胞が出すエクソソームみたいな物質が組織の再生のシグナルになってるってことが分かってきたんですよ。そもそもそんなティッシュエンジニアリングで組織作るより、まあ、幹細胞そのものを使うとか、幹細胞から出るエクソソームを治療に使ってあげると効率的じゃないかっていうところで、このエクソソームの世界がすごい広がってきたんですよね。エクソソームってだから簡単に言うと、その、まあ、ウイルスに結構近いです。でウイルスだと、まあ、メッセンジャー RNA っぽい、まあ、割とこう塩基対って言って、例えば新型コロナウイルスとかだともう4000とか5000とかぐらいの塩基対の RNA が入ってるんですけど、酵素と RNA が入ってるって大体ウイルスの基本的な構造なんですけど、エクソソームも似たような感じで、もうちょっとちっちゃいんですけど、その脂質二重膜に囲まれていて、中にマイクロ RNA っていうもっと短い塩基対でいうと、もう40、まあ、数十塩基対とかそれぐらいのものが入ってて、でこれも面白くて、ヒトゲノム全解析って2000年代に実現して、人のゲノムは全部解析されたんですよ。なんだけどほとんどがチャンクって言って、何にも使われてない、どこの遺伝子にもなってないみたいなものだったんで、みんな結構びっくりして、もう何なんだこれってなったんですけど、後から分かってきたことは、ジャンクだと思われてたところが、その中途半端な RNA みたいなものをバンバン作っていて、もう RNA いっぱい種類あるんですけど、例えば siRNA っていうのはそのカッターとして働く RNA なんですけど、例えばメッセンジャー RNA をカットしたりとか、いろんなカットをしてるんですよね。で例えばそういうものがいろんなことに実は関与してるってことが分かって、これってめちゃくちゃ神羅万象の大変な世界じゃないかと。しかも相互に作用してるんで、ジャンク全部解析しないとこれ人間の体の中で何が起こってるのか分かんねえってなって、まあ、結構お手上げな世界で、それをミクロに解析しても結局分かんなくて、とりあえず原子として若い子のエクソソームを取り出して入れるとなんとなく若返りますねみたいな感じになってますよ今ね。例えば脂肪吸引でやる若い女性の脂肪から取ったエクソソームっていうのはやっぱり若いエクソソームなんで、それをお年寄りに入れると若返るんですよ細胞が。でそこまではまあ分かってたんですね。健康な若い人の脂肪をもらってそれを培養して出てくるエクソソームを、まあ、治療とかに使うっていう、となくそれは何が効いてるか分かんないっていう世界だったんですけど、最近ターゲットがだんだん分かってきたんですね。その中に入ってるマイクロ RNA だったりで、一番 最新の知見は、実はエクソソームが、まあ、体にマクロファージっていう免疫細胞があるんだけど、マクロファージって炎症を起こすマクロファージと炎症を抑えるマクロファージがあるんですけど、このエクソソームが炎症を抑えるマクロファージに変えるっていう働きがあるってことが分かってきたんですね。でほとんど肌とかの老化って、その M1 マクロファージっていうその慢性の炎症はずっと起きてるんですよ、肌を解析してみると。でそのエクソソームを入れてあげると、それが M2 って言って炎症を抑えるマクロファージに、若い人と同じ状況になってくるんですね。でそういうようなところがターゲットが分かってきたんで、M1 から M2 にするっていう特性を持ったエクソソームを今集めようとしてて、例えば幹細胞で出るエクソソームって全部同じものだと思ってるじゃないですか。あれって研究すると、同じ幹細胞でもエクソソームが培養の仕方とか環境で出てくるエクソソームが違うんですよ。だってあれシグナルなんで、信号が青とか赤とか黄色とかいろんなやつ出すんですよ。その中に青信号のエクソソームだけ集めてやらないと、老化を抑えてるつもりがかえって進めてるってこともあるんですよね。もちろんお年寄りのエクソソーム取って帰って若い人に入れたら老化進んじゃいますんで、炎症を起こして。同じ人の幹細胞も実は同じ細胞じゃなくて、むっちゃ働くやつと働かないやつなんですよね。2万個の幹細胞の中の1つむっちゃスーパー幹細胞いて、培養すると分裂するスピードが普通のやつよりも2倍とかすごい早いんですよ。でこの幹細胞だけを集めて、そこから出るエクソソームっていうのを抽出すると、M2 っていうマクロファージに働きかけるようなエクソソームが取れるってことが分かったんですよ。ここまでは、ま、ほとんどまだみんな知らない話で詳しい話ってちょっとピンとこないのかもしれないですけど、
つまりエクソソームだったらいいですって、なんか化粧品にエクソソーム入ってますって言ったら何でもいいわけじゃなくて、本当に青信号を出してるやつじゃないと良くないよっていう話なんですよね。そういうことがだんだん分かってきたんですよ最近、うん、なのでそれもすぐに点滴させていただきますんで、はい、僕も3年ぐらいやってますか、 2,3 年ぐらい、うんね、2年ぐらいですかね、うん、僕もずっとやってますけど、はい、めっちゃ高いですけどね、うん、でもそれもなんか今度もう半分ぐらいになるんですよ、値段大量に作れるようになって、でなおかつその医療機関で採用されるところがすごい増えたから、コスト今まで一個一個ね、あの少量ずつ作ってたんですごいコストかかってたんですけど、結構もう大量生産できるようになってきたんで、多分半額ぐらいにはこれからなってくると思いますね、今年中には。そしたら月 4,5 万とかでできるようになるかもしれないですね、うん、そうですね、それはやっといた方がいいですね。すごいですよね、そんなこと10年前とか考えられなかったですよ、ね、考えられなかったです ね、そういうのも急速にだからどんどん進歩して、だからそう本当に一進月歩の世界なんで、うん、さっき の、 あの人工冬眠の話も2年ぶりぐらいにあったら、うん、いやもうなんかペプチドは見つかりましたみたいなこと言ってて、うん、マジっすかみたいな、うん、ペプチドが多分アミノ酸1000個ぐらいのペプチドだったんで半分以下500切るとブレインブラッドバリアを超えられるんで点滴できますみたいな、うん、あと活性を上げる、うん、形をチューニングして活性を上げるってことをやるともう使えるようになる、今度は薬を作るプロセスに入るんで、うん、それはすごい時間かかるんですけど、いやだからもう本当に日進月歩で進んでますよ。メッセンジャー RNA ワクチンができたことの、まあ、一つはそういうこうワクチンを人工的に大量生産できるようになりました、しかもそれの物流網までできました、全世界何十億人に届くインフラができたわけです。これが実はすごい画期的なことで、まあ、原理的に言うとどんな薬でも作れちゃうわけですよ。だから多分来年ぐらいからワクチンも新型コロナだけじゃなくて、まあ、旧型コロナだったりとかインフルエンザだったりとか RS ウイルスとかいろんなものの混合ワクチンになる、4種混合ワクチンとかそういうものが人工的に何十億人分で作れるようになったんですよ。これすごい画期的なことですよね。そう、この間また別の取材をして、この人は DNA を工業的に生産できる技術を開発していて、本当だったら生物の細胞内でしか起こらないようなDNA の合成を自由に作れるようになったっていう。今ってあの DNA プリンターみたいなのあって、そう短いやつは作れるんですけど、生命体が持ってるようなめちゃくちゃ長い遺伝子 DNA って作れないんですよ。だけどそれは本当に大腸菌とかに今作らせてるものが作れるようになったんで、まあ例えば新型コロナワクチンだったら4000塩基対ぐらいあるんですけど、その4000塩基対ぐらいのコードをそのシステムにでやると大腸菌じゃなくて普通にその試験管の中で作れる。大腸菌って今作ってるんですよ、今は新型コロナのワクチンのそういうものって。だけど大腸菌に作らせると大腸菌って毒性持ってるんで、その毒を除去したりとかするプロセスが結構大変でコストと時間かかってたんですけど、まあ結局その会社モデルナに買収されちゃったんですけど、日本人の会社です。だからモデルナはそれ多分取り込んでそういうものを作るようになるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、そういうテクノロジーが日進月歩で工業的に大量生産できるような仕組みとロジスティックスが作られるようになってきてるから、例えば今脂肪ね細胞から取ってるやつをもう人工的に作れるかもしれないですよね。できるでしょうね、うんうん、あのエクソソーム以外にも多分そういう若返りというか若さの維持っていうんですかね、うん、その正確に言うとその若さを維持してるシステムがどんどんバグってきて、うん、老化が進むというふうに考えられてるわけじゃないですか、うんうん、だから他にも多分そのさっきの M1 を M2 に変えるみたいな、うん、あの仕組み以外にも多分老化が進んでる仕組みはいっぱいあるはずですよね、うん、ざっくりまたすごい乱暴な実験をマウスで、あの年寄りマウスと若者マウスをくっつけて血流交換したら、その年寄りが若返ったんですね。ってことはこれ人間くっつけて若い人間と年寄りくっつけたら年寄りが若返るんですよ、おそらく。まあ倫理的にそんな実験はできないですけど、じゃあどうするかっていう研究も今進んでて、とりあえず若い子の血液作っちゃおうと。で結果血液いっぱいあるとこってどこですかっつったら肝臓なんですよね。だから赤ちゃん肝臓の細胞を今作ってる人たちがいますね。でそれすりつぶして点滴したら若返るんじゃないのみたいな。でそれ ES 細胞とか、まあ、iPS からも作れますけど、うん、でさっきも言いましたけどティッシュエンジニアリングの世界なんで組織をこう立体的に作ろうとするのは難しいんですけど、そうぐちゃぐちゃした状態だったら作れるわけですよ今の技術で。そうすると割と僕近いと思うんですよね、そういう、うん、そうですね。
まあ、若い細胞っていう意味で言うと細胎とかはねあれ0歳なんで、はい、細胎の今エクソソームっていうのもね開発にも研究してるんですけど、そうなんですかまあ脂肪も若い、まあ、20歳ぐらいの若い健康な女性のやつを使って作るんですけど、はい、もっと若いっていう意味で言うと0歳が一番いいじゃないですか、はい、そういう意味で言うと、まあ、細胎血とかただその細胎とかってあの普通に出産とかで破棄される、はいはいはい、それこそ医療廃棄物なんで、はい、でも細胎も面白くて母親側と赤ちゃん側あるじゃないですか赤ちゃん側の方じゃないとダメなんですよあーオートンジェリーって言うんですけど赤ちゃん側のところって0歳なんでこっちは母親の年齢なんで細胞がですねそっち側を取ってそこから あのエクソソームを抽出するとかっていうのは次のステップとして今研究してます、ね、それ点滴できるようになったりするんですかできますやばいっすねだから血液交換しなくてもそうやって若いエクソソームを作用させていただければ若返りっていうのを実現できるんで結構そんな遠い話じゃないんですよねうん、まあ、今年か来年ぐらいにはできるからやばいっすねより効果が 出ると思うめちゃくちゃね金額も安くなるわけでしょそうですそうですみんなが使うようになると、うん、あの大量生産できて安くなるんでやっぱあれですね10歳どころじゃなかったですねここのこれ聞きに来たら若返るって10歳どころじゃないですねそうですねであの健康寿命と寿命があるじゃないですかあれの差が男性で9歳女性で12歳あるって言われてるんで僕らの目標としてはこの9歳をできるだけ健康な状態で死んでもらうっていうかねギリギリまで、はいはいはい、それがすごい重要かなと思っててアンチエイジングでまあ年を100歳200歳にするみたいなイメージあるかもしれんけど、まあ、多少それ100が120になるかもしれないけど一番 効果って元気な状態で最後まで生きれるっていうことだと思うんですよね介護が必要ない状態ねそういうことがなんか実現できるんじゃないかなと思ってますけどねいやー楽しみですねはい